にちは、フリースピリッツです。今日はこちらの書佐のコインケースをご紹介します。こちらの書佐というブランドなんですけど、書佐って漢字の書佐ですね。動きとか動作を意味する書佐っていう言葉になります。このブランド名がついたのも、このお財布とかここのブランドさんのグッズを使う時の動作、書佐が美しくなるようにっていう意味で付けられています。こちらが、日本のメーカーさんなんですけど、この素材も国産の牛革を使用しています。一番特徴的なのがこの形なんですけど、全てこう1枚の革でお作りして、最後にちょっとここ分かりにくいんですが、ここにボルトが入っていて、ここのボルトで留めるっていう作りになってます。かなりデザインとしては個性的なものになりますね。ではこちら中も見ていきます。こちらがコインケースの形になるんですが、中に折り込み式の蓋が1つついています。こちらを開けると中は小銭入れになってます。小銭入れもここに折り込みのマチがあるので、パカッと開けてみていただきやすいです。カードポケットがこの小銭入れの後ろ側に1つと、こちらの革の中にもう1つと、ちょっと見えにくいんですが、もう1つ仕切りがあるので、カードを3つに分けて入れることができます。またそのうちの1つを札入れとしてお札を折って入れていただいて、ちっちゃいミニ財布としてもお使いいただくことができます。こちらは書佐のベーシックというシリーズになります。こちらのベーシックのシリーズと他の通常版と、最近出たキララというシリーズもあるので、よかったらそちらもネットショップで確認してみてください。では商品紹介は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。またチャンネルのご登録もお願いいたします。